今日もメイブボリューム24始まりましたということで皆さん盛り上がっていきましょう。イエイ、ありがとうございます。はい、KSC 講演家の西澤芽衣です。そしてメイブのスーパーバイザーでもある河合里奈です。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。はい、今日は、優しさ裏切り体ごと受け取る、すごいいい感じだね。ろうそくがあるね、やっぱり。お茶だけしたから振り返ってあげてくれ。久米田さん、あんなことめったじゃん。年に2回ぐらいしか手あげないから。2回。ワン、ツー、スリー。ハッピーバースデートゥユありがとうございます。半分クメちゃん消す予定だった。ああ。もう一回つけなきゃ。ないない。クメだがフーだが言う顔見たい。絶対見たくない。見たいの。ありがとうございます。優しさ裏切り体ごと受け止めてくれる人は広い世界で。一人でもいれば生きていける。広い世界で一人でもいればそれでいい。優しさ裏切り体ごと受け止めてくれる。いつもあなたのそば私が生まれる前からそう互いに感じてた。あなたのそ少しだけね、少しだけついていようよ。僕らタイムフライヤー、君も知っていたんだ。僕が僕の名前を覚えるよりI'm not afraid to die.
願いします。ストップしたいと思いますので、皆さんせーのって言ったらバイバイで一緒に締めてください。お願いします。いいですか、準備は。いいですか、はい、いきますよ、せーの、バイバーイ。